リサ、ASIR は、竹島拓、横山和弘、野呂正幸らにより富士通研究所で開発された、オープンソースの計算機台数システムである。数式処理エンジンリサとインターフェース実装、ASIR からなる。2000年以降、オリジナルを安定版とし、開発版は、野呂正幸の転出先である、神戸大学へ中心を移し、 オパンクスムカントリブにとしてオパンクスムコミッターによって開発されている。リサ、ASIR は Windows Mac OS および各種ユニックス上で動作し、開発は主にフリーブースド上で行われている。主な特徴インターフェースとしての ASIR は、コマンド ASIR によって端末から利用するコマンドラインアプリケーションである。Windows 版のアサイジ、エグゼは、 端末上で ASIR を呼び出した状態を模したソフトウェアであり、マウス操作を想定した一般的な GUI ソフトウェアではない。MacOS 版では重心ベーシックのインターフェースを模したクフップを利用することができる。リサ・ a ASIR のユーザー言語も ASIR と呼ばれ、標準入力から対話的に利用することができるほか、これは C 言語に似た。 プログラミング言語としての性格を持っていて、あらかじめ ASIR で書かれたソースファイルを読み込んで動作させることもできる。ユーザー言語 ASIR は C 言語を下敷きとして設計されているために多くの特徴を C 言語と共有しているが、プログラム変数が型を持たない、スイッチや GoTo 文を持たない有利数に対する計算が通常のように使用できる。 リストが扱えるなどの点で ASIR 独自の特徴が見られる。各オブジェクトは過読な形式での入力からパウサーにより中間言語に変換され、リサによって各々に応じた型を持つ内部形式に変換される。オブジェクトの型はタイプベタイプによって確認できる。ASIR のプログラム変数は必ずアスキーの大文字で始まり ASIR では通常は プログラム変数を宣言することはしない。ASIR の各対象はそれぞれ必ず何らかの型を持っているが、プログラム変数にはどんな型を持つ対象でも代入できるという意味で変数には型がない。型を持たない変数を用いることによる豊富な代入操作が可能である。また、関数内に現れる変数は全てデフォルトで局所変数となる。 対域変数を利用するには、エクスターンの宣言が必要である。ASIR では、不定元と変数は明確に区別され、不定元は数学で用いる意味と同じく係数対常超越的な元である。よって、不定元に何らかの値を代入するというのは、概念的に不適当であるとともに、システム的にも不正な操作である。しかしながら、 変数に対する規約と異なり不定元及び関数名はアスキーの小文字で始まるため実用上は不定元に対し意図せぬ代入が行われる心配は無用である。ありがとうございます。